皆さんこんにちは、今にです。HTML、CSS 超入門第2回ということで、本動画では、リブタグ以外のよく使うタグについて、超わかりやすく解説していきます。前回第1回は、HTML のリブタグと CSS を用いて様々な構造を組み立てていきました。構造を作ることができたら、あとは、その中身に必要な機能を持たせる必要があります。別ページへのリンクをつけてみたり、過剰書きやチェックボックス、 ボタンなどの要素を配置してみたりと皆さんがよく見かける機能を本動画でお伝えしていこうと思います。ということでまずはですね、コードエディターである Visual Studio Code をインストールしましょう。こちらですね、前回は CodePen というブラウザ上で使用するエディターを用いましたが、HTML をですね、書くのに少し慣れてきたこのタイミングで実際のコードエディターを PC 上にインストールして実行していこうと思っています。 皆さん、ビジュアルスタジオコード、略して VS コードという名前を聞いたことはありますでしょうか ?VS コードは一番有名なコードエディターであり、多くの人が扱っています。Google や YouTube などで調べていただいたら、使い方や Tips などがたくさん出てくるため、細かな部分は本動画ではお伝えしませんが、まあ難しくはないのでご安心ください。ということで、早速インストールして準備をしていきましょう。まずはですね、Google でビジュアルスタジオコードと検索してください。 一番上に出てきたこちらをクリックします。そうするとダウンロード、今すぐダウンロードというボタンがあるのでクリックしましょう。 はい。Windows の方はこちらからダウンロード。Mac の方はこちらからダウンロードしてください。でダウンロードしてそのファイルを開いて、インストール完了したらまあアプリケーションが使えるような形になりますで。私自身すでにもうインストールを終えているので、皆さんですね、こちらからダウンロードしていただき、アプリケーションが開くところまでを実行してください。でそれができたタイミングで、次のですね、実際によく使うタグということで、A タグをやっていきたいと思います。 それではまず一つ目のタグです。A タグということで、アンカータグ、A タグはですね、表示したいページのリンクを指定することで、要素をクリックしたときに、そのページに移動することができます。実際にですね、コードを書いて例を見ていきましょう。 ということでですね、ビジュアルスタジオコード皆さん開いてください。開くとおそらくこのような作業の開始みたいなページが開いてあるんじゃないかなと思います。もしくは英語で、まぁ、あ、getting started みたいなことが書いてあるかもしれません。で、基本的にはアイコンは同じで、まあ、日本語で書いてあるか、英語で書いてあるかっていう違いなんですけれども、まあ、英語で書いてある方、後ほど日本語の設定をお伝えしていくのでご安心ください。まずですね、こちらの開くというところですね、押していただく。もしくは、上のファイルっていうのが多分英語、もしくは日本語で書かれていると思うので、 ここから、フォルダを開くっていうのを押してください。で、これですね、開くを押しましょうで。そしたらですね、私はここに YouTube というフォルダの中に HTML というフォルダを作っております。で、このフォルダを開きたいと思っています。皆さんもですね、デスクトップ、まあ、ドキュメント、どこでも大丈夫なので、皆さんがわかりやすいところにフォルダを一つ作成してください。で、そのフォルダを選択して、開くを押しましょう。で、そうするとですね、そのフォルダを開くことができます。 今、これパッと見た感じ、何も変わっていないですが、左側のこのサイドバー、この一番上のエクスプローラーってところを押していただくと、この HTML というフォルダ名が書いてあります。まあ、これで先ほど、開くを押したフォルダがここに開かれました。何もフォルダ内には入っていなかったので、ここに何も記載されていませんが、ここにしっかりとファイル名、フォルダ名が書かれていたら成功です。 でこの作業の開始というものはですね、こちら閉じていただいて大丈夫です。はい。getting started って書いてあるかなと思います。で、これですね、えー、まずちょっとこの中にコードを書いていく前に、日本語の設定についてお伝えしたいと思いますが、えー、この日本語の設定はですね、なんか設定ボタンからやるとかではなくて、拡張機能というものを使用します。 で拡張機能。まあ、この名前自体は皆さんもなんとなくわかるんじゃないかなと思いますが、このビジュアルスタジオコードというコードエディターをより便利にするためのツールだと思ってください。まあ、機能だと思ってください。え、追加機能ですね。それがですね、この左側のここですね、拡張機能というのがあります。でポチッと押していただくと、こう、推奨、こういうの入れた方がいいですよ、みたいなものも書いてあったりとか、これ、閉じると上ですね。 インストール済みということで、私は12個ほどインストールしていますが、えー、Azure、Microsoft Azure というクラウドに関係するもの、えジャパニーズランゲージ、まぁ、あ、Python 関連のものがほとんどです。で、今回皆さんにこの日本語の設定で入れていただきたいのは、この、ジャパニーズランゲージっていうですね、えー、ものです。ジャパニーズランゲージパック4ビジュアルスタジオコードというものを入れてほしいんですね。で、これどうやって入れるかというと、この上の検索までありますよね。ここで、ジャパニーズと検索してください。 そうするとですね、いくつかこのように出てくるんですけれども、おそらく一番上にこの Japanese Language Pack パック・ v i s ビジュアル・スタジオ・コードっていうものが用意されているから、出てくるかなと思います。なので、こちらをですね、ダブルクリックしてください。で、これ重要なところとしてですね、え、これマイクロソフトが、はい、作ってると。 書いてありますね。マイクロソフトか。ということで、できれば、まあ、いろいろある中で、このジャパニーズ系いろいろあると思うんですけれども、マイクロソフトが、まあ、ビジュアルスタジオコードってマイクロソフトなので、えー、マイクロソフトが公式に出しているものを使うことを基本的にはお勧めします。ということで、このジャパニーズランゲージパック4ビジュアルスタジオコードと、えー、押してください。そしたらここに、えー、インストールというのが出てくるかなと思います、まあ。私自身アンインストールとなっていますが、インストールされていたらアンインストール。いまだの人はインストールというのが出てくると思うので、インストールを押してください。 そうすると設定がされて、えー、確かですね、再起動しますかみたいな出てくるかもしれません。パッと変わるんじゃなくて、一回閉じてからじゃないと変わらないかもしれないので、その前に出てきたウィンドウですね、ウィンドウを見て、再起動なら再起動みたいな形でやっていただけるといいかなと思います。ひとまずですね、この拡張機能をインストールすれば、日本語の設定が可能です。 え、これ以外にもですね、拡張機能めちゃくちゃ便利なものたくさんあります。Python に特化したもの、HTML に特化したものとか、なんかクラウドに特化したものあるんですけれども、まあそれらですね、紹介するとキリないですし、おすすめの、まあもちろん拡張機能とかはあるんですけれども、それはぜひ YouTube とか、えー、Google とかで調べてみてください。おすすめ、えー、VS コード拡張機能とかで調べるとですね、本当にいろんな方々がですね、えー、ピックアップしてくれてますので、そちらを見ていただくのが一番早いかなと思います。えー、今回はですね、HTML、CSS というところをメインでお伝えして、 でその拡張機能に関しては触れませんということで、こちらをですね、はい、上のタブ閉じてください。で、ここ今、拡張機能のところになってますが、上のエクスプローラーを押しましょう。ではですね、この HTML フォルダ、えー、皆さんも開いたフォルダの中に新しくファイルを作っていきます。まあ、右クリックで新しいファイルを押すのも良しですし、この左上ですね、はい、ここの新しいファイルというですね、ここのアイコンを押すのも良しです。で、ポチッと押しましょう。おたらですね、まず A.html としてください。 a.html。はい。これでこのフォルダ、html フォルダの中に a.html というファイルが作成されました。あとはですね、ここにコードをどん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 書いていきたいと思います。左側閉じましょう。では行きます。まずですね、ちょっと思い出し流れやっていきましょう。行きます。まずは html ということで、html タグ、大枠に必要な html タグを書きましょう。html と打つとですね、おそらくこのように予測変換みたいなのが出てくるので、html と押してください。で、エンターをします。 そうするとこのようにですね、はい、この中に書いていくんですけれども、え、おそらく皆さんも予測変化同じように出てくると思うんですけれども、出てこなかったら、ビジュアルスタジオコード予測変換、予測保管とか、保管コード保管機能みたいな形で調べてみてください。そうすると多分やり方が載ってるんじゃないかなと思います。多分皆さんできると思うんですけどね。はい、そしたらですね、HTML というのがある中で、大枠がヘッドタグとボディタグに分かれてるんでしたね。 で、まずはヘッドタグに少しだけ設定を加えたいと思います。え、タイトルタグを入れましょう。タイトルタグということで、え、今回 A タグをお伝えしたいので、A タグっていう風に入れます。で、他ヘッドタグの中にメタタグも入れましょう。で、メタタグに関しては何か、え、開始タグと終了タグで囲むのではなくて、え、開始タグと終了タグが対になった、一つになった形、これですね、スラッシュをこの中に入れてあげてください。 で、そしたらですね、ここにメタタグの中には、キャラセットということで、えー、UTF8 と入れてあげます。えー、UTF-8 としてあげてください。ハイフンですね。ハイフンの8と。これはですね、文字コードと呼ばれる、このページで使用する文字コードは UTF8 ですよってのを指定しています。で、もう一個ですね、メタという風に入れて、スラッシュしましょう。で、ここにはですね、ネーム、ディスクリプションと、説明ですね。 とあとは、え、コンテントということで、このページの中身は A タグの説明ですよということで、A タグの説明みたいな形で書いてあげましょう。まあ、この部分に関しては、何かウェブページ上に表現される表に出てくる部分ではなく、裏側のあくまで設定です。まあ、契約書とお伝えしましたが、まあ、目に見える物件、家じゃなくって、その裏側で決められた設定になっているので、あんま気にしなくて大丈夫です。そしたら重要なのはこれですね。ボディタグの中見ていきましょう。 で、ボディータグの中にですね、まず一つリブタグを入れてあげたいと思います。リブタグ。はい。そしたら、ここにですね、ここのページ、このページは、A ページ、ページ A ですよ、というか、A ページですよ、ということで、A.html ですね。なので、そうですね、I am a ページみたいな形で書いてあげましょう。はい。で、一旦これで保存しましょう。一旦これで保存して、え皆さんがこの、はい。 開いている HTML フォルダ。これを開いてください。HTML フォルダですね。開きましょう。そしたらこの HTML フォルダの中に a.html というファイルがあると思います。これダブルクリックしてください。そうすると、このように、はい、ファイルを開くことができます。よろしいでしょうか。 このように自分で書いたこの a.html の中身、これを表示させたい場合には、ファイルをダブルクリックしてください。いもしかしたら違う形で表示されてしまうよという方もいるかもしれないんですけれども、その場合はちゃんと Chrome で開いてあげてください。まあ、どのアプリケーションで開きますかとか多分出てくると思うんですよね。このアプリケーションで開く、みたいな。で、私は Google Chrome がデフォルトになっているので、このような形で開きますが、もしかしたら同じように開かない人もいるかもしれないので、必ずアプリケーションは Google Chrome で開くようにしましょう。まあ、ブラウザで開けば問題ないです。はい。 ちょっとですね、これ今拡大してたので、こうなってますが、実際の大きさで言うと、これくらいです。まあ、ちょっと見やすくするために300、300%にしております。これがまず一つ目ですね。書いたところですと。はい。ではですね、次行きましょう。はい。えー、今回本題は、A タグでした。はい。リブタグの下に A と打ってください。で、A タグ、これもエンターをしましょう。そうするとですね、A、エッジレフという属性が入っているんですけど、まずこの A タグ、A の開始タグと終了タグの間に、え、ここを、そうですね、Code for b i z コードフォービズ。私が運営しているオンラインスクールですね。コードフォービズの方式ページへ、センとしてください。はい。よろしいですか。でですよ。で、ここに、このエッチレフ属性、エッチレフ属性のこの間に、ダブルコーテーションの間に、リンクを入れてあげるんですよ。なので、今回で言うと、codeforbiz.jp ということで、ここ入れてあげます。https:// コロンスラッシュ え、code forbiz, code, ビズ biz, ドット j p と入れてください。はい。ここにリンクを入れてあげるんですよ。で、これ保存してください。保存して、保存したらここリロードしましょう。はい、リロードすると、code forbiz の公式ページで1000っていうのがなんかちょっとリンクっぽくなりましたよね。普通のこの iam a ページとちょっと違いますよね。はい。これが a タグなんですよ。 で、実際に、この Code for ズ i z の公式ページで遷移というこちらのテキスト、これをクリックすると、はい、このように c o d e f o r ド i z j p という、このエッ e レフ属性で指定したリンクに飛ぶことができます。よろしいでしょうか。このように設定をですね、この属性に入れてあげるような感じですと。で、これでもう A タグの説明はほぼ終わりなんですけど、もう一個見たいと思います。というのはですね、他のページ、例えば今 A.html、 がありますけれども、b.html とか c.html とか、他のこちら側で用意したページに対して移動したい場合、遷移したい場合っていうのも見ていきます。 ま、実際にアプリケーションとかウェブサイトを作るときって、まあ、一つの HTML だけじゃなくて、10個、20個とか、複数の HTML が使われるんですよね。例えば、トップページとか、え、バウトページとか、リクルートページ、コンタクトページみたいな、それぞれの HTML が基本的に用意されています。じゃあ、そのページ間で移動するにはどうしたらいいかということで、まあ、例えばですね、ここに新しいファイルで右クリックで、b.html というのがあったとしましょう。b.html ですと。 で、この b.html の中身は、a.html の中身をコピーして貼り付けます。貼り付けて、え、ここの部分ですね、b タグの説明というところに変更して、いいですか ?b.html の今中身を変更しています。ここの b.html は a ページじゃなくて b ページなので、i am b ページとしましょう。で、エッジレフのところも一旦消します。 で、ここの Code for ズ i の公式ページで遷移っていうところも B ページにいるんですけれども A ページに遷移したいので A ページへ遷移としてください。よろしいでしょうか。A ページへ遷移。じゃあ、この中身どうやって書くかというと、これはですね、ドットスラッシュで A.html としてあげてください。はい。A.html と。これどう,いう意味かというと、はい。今この B.html、開いている B.html は HTML フォルダの中に入っています。 で、このフォルダと同じフォルダ、同じ階層、同じ場所ですね。同じ場所、ここは同じ場所にある、同じフォルダ内にある a.html というファイルなんですね。そこにエッ e レフ属性を指定している、エッジレフ属性をここに指定しているので、a.html に遷移する形になります。はい。ちょっと見ていきたいんですけども、その前に a.html 側も書いておきましょう。ここですね。a.html 側も、はい。 ここの Code for ズ i z 公式ページへ遷移でなく、B ページへ遷移として、この中身をですね、ここをドットスラッシュ、B.html というのがで、こちらを選択しましょう。そうすると、A タグ、A ページに関しては B ページへ遷移するリンクができました。で、B.html、こちらもこんな感じですね。できてます。はい、ではこれ、保存して、しっかりと保存してないとですね、ここ、保存してないとこのように白丸つきます。白丸つきます。保存すると、消えます。 保存はコマンド S もしくはコントロール S で保存することができます。では、では、見てみましょう。リロードします。はい。A タグ、これですね。I am A ページ。B ページで遷移っていうのが出てきました。これ見てみましょう。押します。そうすると、ちょっとなんか、え、リンクが変わってしまいましたが、え、ここですね。中国語っていうと、中国語で認識されてるみたいですえ、このように見てあげると、I am B ページとなりました。A ページへ遷移してみましょう。A ページになりました。B ページへ遷移しましょう。B ページに遷移になりました。という風にですね、 このようにしっかりと遷移されているのがわかるかと思います。で、今、A タグの説明で、まあ、それぞれですね、このように B ページ行ったり、A ページ行ったりっていうのを繰り返しているような形となります。はい。これがですね、A タグになりますと。よろしいでしょうか。はい。でですね、まあ、実際に移動したいページのファイル名を書いたりとか、あとは実際の codeforbiz.jp みたいな実際のリンク、URL を書くことによって、クリックして遷移リンク遷移が移動できる、リンク遷移ができるようになります。 ということで、まあこれですね、複数ページを作って、それぞれのページを特定のテキスト、特定のボタンを押したら、遷移するような仕組みを作ることができました。はい。まずこれが一つ目のタグ、A タグです。続きまして、二つ目のタグ、イメージタグです。イメージタグは、画像をですね、表示させることができるタグです。ということで、早速見ていきたいと思います。 a.html, b.html, こちらはですね、消してしまって、新しく index.html を作ります。index.html を作ります。で、この中身に関しては、a.html の中身を一旦コピーしてしまいましょう。で、a.html を消して、でですね、この同じフォルダの中に画像を用意してください。何でもいいです。 私はですね、こちらの画像を用意しました。サンプルドットピングということで、まあ、皆さん何でもいいので、サンプルドットピングというですね、画像をこちらに入れてください。でですね、まあ、基本的にはイメージフォルダみたいなのを用意したりするんですけれども、今回はですね、簡易的にですね、同じフォルダの中に画像を入れてください。よろしいでしょうか。そしたらですね、こちらいきます。 ここで、はい、閉じましょう。はい。a.html, b.html, index.html, sample.ping が同じフォルダの中に入っています。そしたら、ここですね。a タグではなく、イメージタグの説明にしたいので、a タグじゃなくて、イメージタグとしておきましょう。そしたら、ここですね。i am a page とかと書いてあるんですけども、ここも消してしまって大丈夫です。はい。で、ここですね。a タグと書いてあるところも消してしまって大丈夫です。はい。で、ここに何書くかっていうと、イメージタグです。では行きましょう。イメージとしてください。 そうするとですね、ソースっていうのが出てきますと。で、オルトっていうところですね、ここはですね、あんま気にしなくていいので消してください。重要なのはこのソースの部分です。で、このイメージタグに関してもですね、えー、開始と終了タグっていうのがそれぞれ用意されている形ではなく、ここでスラッシュを入れることによっても、この一つのタグだけで画像を表示させることができます。で、ここですね、ソースに関しては、画像、表示させたい画像を指定しますと。ということで、はい、ドット スラッシュとすると、このように同じフォルダー内、同じディレクトリー内のファイルが出てきます。で、今回は画像をここに指定したいので、サンプル .pin これを押してエンターをしましょう。はい。ということで、ここで保存します。はい、今保存されてないので、保存します。保存しました。そしたらですね、ここ。はい。今、a タグっていうのが出てるんですけども、はい。atag、a h m l ではなく、i n d e x h m l を表示してみましょう。押します。はい。 画像が表示されましたね。この画像っていうのは、ここのイメージタグで指定したわけですね。はい。よろしいでしょうか。で、画像の大きさはですね、これ画像の大きさはもう皆さんすでにご存知のスタイル属性ありましたね。スタイル。で、ウィルスとかハイトありましたね。あの、スタイルでウィルスとかハイトを指定することで、画像の大きさを自由に変えることができますと。はい。ということで、もうこれでイメージタグを使って、サイトに画像を表示できるようになりました。 で、皆さんもなんとなくお気づきかもしれませんが、このイメージタグの設定とかですね、まあ、それぞれのタグの設定っていうのは、大体ですね、まあ CSS を使う場合もあるんですけれども、この属性でいろいろと設定していきますと。先ほどの A タグも、え、Href 属性を入れたことによってリンクをつけることができたりとか、イメージタグに関してはソースですね、SRC ソース属性を入れることによって画像を指定できたりとか、まあ、他にもですね、先ほど Alt とかあったりしたと思うんですけれども、 はい。そういったものをですね、えー、まあ、属性で指定することができるんだなということで、え、イメージタグにはどんな属性を付与できるのかなとかですね、調べてみるとですね、より、え、皆さんの HTML 力っていうんですかね、え、HTML の理解が深まっていくかなと思います。はい。ということで、これが二つ目、イメージタグでした。 続きまして、3つ目、まあ3種類目のタグということで、H1 から H6、H6 タグと、あと P タグについてお伝えしていきます。まあ H っていうのはですね、まあ H1 から H6、H1 から H6 まであるんですけれども、まあこの H っていうのはヘディングですね、見出しを表しています。H タグはですね、章のタイトルとかを表していて、まあ見出し1、見出し2、見出し3とかですね、を表していて、P はパラグラフを意味します。パラグラフ、P タグはですね、章の中の文章を書くときに使用します。 ということで、H タグは1から6の数値がついて、で、1が一番大きい項目、2が中項目、ということで、どん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 小さくなっていきます。で、基本的にはですね、H1 から H6 の中の、H1 から H4 ぐらいまでに留めておく方が、構造としては綺麗な文章になる気がしております。ということでですね、まあ今言葉で説明しましたが、実際に中身を見ていきたいと思います。では行きましょう。まずはこちらのですね、 イメージタグ消していただき、ディブタグ作ります。で、このリブタグの中にいろいろと書いていきますが、H1 タグ書きましょう。で、ここをですね、まあ、見出し1としましょう。見出し1と。で、そしたらですね、ここに P タグで、見出し1の中の文章 AA みたいな。で、ここをコピーして、また P タグを下に持ってきて、BB としてあげますと。 で、そしたらですね、まあこのままでもいいんですけれども、まあここでですね、例えば、リブタグを用意してあげて、このリブタグ、リブタグの中に、えー、こいつらを入れてあげましょう。そうすると、リブタグの中のリブタグの中にこの H1 とかっていうのができました。で、これですね、一旦ここをですね、 このリブタグをコピーして、コマンド C、コントロール C でコピーして、コマンド V、コントロール V で貼り付けましょう。そうすると、見出し1が2つできた形になりますが、ここをですね、見出し2ということで、H2 に変えましょう。で、ここも H2 に変えましょう。これがヘディング2ですね。ヘディング2、見出し2になっています。ここは見出し2の中の文章、見出し2の中の文章という形になります。で、これ保存しましょう。はい。 ということで、えー、これで中身見てあげます。はい。同じように index.html です。これリロードしてあげましょう。コマンド R、コントロール R。そうするとこのように、はい、見てください。見出し1、見出し2。こっちの方が大きいですよね。で大きくてその次、見出し2が小さい。っていう順番になってます。じゃあ、見出し3は、 ってなるともう皆さんもイメージつきますよね。で、この、かつ、この P タグに関しては基本的に別に同じ文章なんですよ。このタグの中のってわけじゃないんですけれども、まあ、普通の文章が来た時には P タグ。まあ、パラグラフタグですね。で、見出しをつけたい時にはヘディング1、ヘディング2とかをつけてあげればいいわけです。ちょっと見出し3とかまで作ってあげましょうか。で、どうすればいいかというとですね、コピーすればいいんですけれども、ちょっと工夫します。はい。はい、これですね。はい、見出し1、見出し2、見出し3ってやりたい時に、 え、変えなければいけない部分って、この、H2H2 と見出し2、見出し2、見出し2っていう、この2っていう数字を3に変えなきゃいけないじゃないですか。で、先ほどは、H1 とか見出し1っていうのを2に変えるのを、こうやって1個,個1個、え、1、え、1から、えっと、3とかっていう風にしてたじゃないですか、ここに。こうやってたじゃないですか。これめんどくさかないですかこれが、ま、5個だからいいですけれども、もっと多くなったらめんどくさいですよね。という場合によく使うのが、 え、これ、ビジュアルスタジオコードの機能なんですけども、同じ部分、この2っていう部分を3にしたいんですよね。ってことで、ここを選択してください。ここを選択。はい。2を一番この、この最初の2ですね。この最初の2、解体中での最初の2を選択してあげると、ここで同じようにハイライトになりますよね。選択されます。そしたら、コントロール d Windows の方はコントロール d Mac の方はコマンド d d で押してあげます。そうすると、見ててくださいね。ポン、ポン、ポン、ポンと。 同時、複数同時選択ができるんですよ。コマンド D、コントロール D で。で、そしたらここをですね、これで、デリートをします。デリートして、全部消えて、3を押します。で、左のエスケープを押してあげると、元に戻る。エスケープをもう一回押してあげます。そうすると元に戻って、はい、見出し3、H3 っていうのが勝手に出来上がるんですね。 これめちゃくちゃよく使います。ああ、これ同時にまとめて同じ部分なんだけど同じ言葉変えたいなっていう場合には、まあそれこそ検索して痴間とかってもあるんですけれども、検索して痴間だと全体を検索してしまうので、この部分的に文字を変えたいとかっていう場合には、このコマンド D、コントロール D めちゃくちゃよく使うので覚えておいてください。はい、保存します。そしたらこれリロードルしましょう。 そうするとこのように見出し1、見出し2、見出し3ということでできました。で、この H1 から H3 ってやったんですけども、も H6 まであります。ただ H4 ぐらいまでに留めておいた方が、まあ、構造上綺麗なんじゃないかなと思っております。4つ目のタグは UL タグとリストタグです。UL タグとリストタグ、まあ、その名の通りもリストです。で、UL というのは unordered list の略で UL となっていて、まあ、リストの大枠を示し、そして リストタグは、まあ、リストアイテムで、えー、li で表現します。で、これはリストのアイテムとかの、まあ、各項目を表したりします。はい、実際にですね、まあ、例を見てみると分かりやすいかなと思います。では、この見出し、ここもですね、えー、消してしまいましょう。この部分も、えー、リブタグ1個だけ残して消してしまいましょう。はい。1個だけリブタグ残しました。ここもイメージタグとか、一時いちるのめなどくさいので、もうタグの説明とかにしておくといいかなと思います。 タグと。はい。で、この div ですね。ここの部分ですね。えー、見てあげたいんですけれども、先ほどもお伝えしたように、まず、ul タグ。これが unordered list ーーということで、ol タグってのもあるんですね。ul じゃなくて ol。ol は ordered list ーーということで、まあ、順序付き1、2、3、4みたいなリスト、過剰書きを用意したいとき。 で、ul はアンオーダードなので順序付きじゃないということですね。つまり、まあ普通の箇条書き、ポン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 とポツ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 とある箇条書きを作りたいときには ul を使用します。で、これで ul ですね。ul タグで囲ったら、その中に li タグ、リストアイテムタグを入れてあげます。で、ここに例えばですけれども、アップルとしてあげて、で、ここをコピーして貼り付けて、えー、アップルじゃなければ何がありますかね。えー、オレンジ、パイナップル、 そして、バナナ、という風にしてあげましょう。で、これで保存します。で、保存して、え、こちらですね。はい。この、インデックス .html ありましたが、こちらを、はい、リロードしましょう。そうすると、このように、過剰書きで、アップル、オレンジ、パイナップル、バナナとなります。で、これが先ほどお伝えしたように、ul ありますよね。この ul が ol だったらどうなるかということで、この2つ選択して、コマンド d、はい、コントロール d を押してあげると、選択されたので、これで、はい、ここで、 O を入れて、エスケープ、エスケープしてあげましょう。それすると元に戻って、保存して、リロードしてあげると、1、2、3、4となりました。基本的には、UL タグ、リストタグを使う方が、使用頻度は高いと思っておいてください。これが、まあ、過剰書き、リストを表現するタグです。5種類目のタグ、インプットタグ、ボタンタグについてお伝えしていきます。インプットタグは、その名の通り、インプットなので、ユーザーが入力できる枠、 要素を作ることができて、ボタンタグはボタンを表示させることができます。よくフォームとかの中で使用されていて、名前、年齢、性別などの入力欄があり、登録ボタンが最後にあるようなページ、皆さん一度は見たことがあるかと思います。 で、その、インプットとボタンとかがあるんですね。まあ、それらを使っていくんですけれども、フォームタグってのもあるね。これフォームもぜひ検索してみてください。ま、そこで難易度は上がるわけじゃないんですけれども、フォーム全体を作りたいときには、基本的にはフォームタグを使います。ただ今回は、入力する要素とボタンの要素、この二つを作りたいので、インプットタグとボタンタグのみをお伝えしていきます。では行きましょう。はい。まずですね、この、はい。ol タグ、リ,リーストタグは消して、div の中に、 インプットタグを入れましょう。インプットとします。で、ここはタイプテキストにしたままでいいので、ここで、プレイスホルダーというのを入れましょう。これ何かというのは後ほど見ればわかります。名前としてください。で、ここコピーして、はい。下にペーストしてあげましょう。そしたら、この名前、ここですね。次が年齢としてください。次が性別としてください。でこれで保存してあげましょう。 で、この下にインプットを3つ作って、その下にボタンタグですね。button としてあげると出てくるので、これで、ここに登録としてあげますで。これで保存しましょう。では、見てあげると、これリロードしましょう。はい、見てください。名前、年齢、性別となりました。この、 はい。よく見てみると、名前年齢性別って書いてあるのが、この後ろの、よくありますよね。なんか、今にしたろみたいな、あの、こういう風に書いてねとか、何々あと、gmail.com みたいに書いてねみたいな、この後ろ側で書いてある薄い文字、これ実際には消すことできないんですけど、これがプレイスホルダーです。ここです。プレイスホルダーということで、まこういう風に書いてねみたいなよくあるあれですね。まあ、それが書いてあって、で、えー、ここに、ま、いろいろ入力することができます。今にしと。で、28と。 性別、男、みたいな感じで入力して、登録、みたいな。まあ、実際に今裏側の機能を作っていないので、別に登録ボタンを押しても、ま、何もなりません。 何もならないんですけどフォームとかにしておくと、この情報がスっッカーに送信されて、例えばスプレッドシートに飛んだり、データベースに飛んだりとか、まあそのフォームの情報を元にメールが飛んだり、まあそういったことが裏側で設定することができるわけです。ただ、まあそれを行うには HTML とか CSS だけではダメで、あくまで HTML とか CSS っていうのは表の見た目を作っているだけなので、裏側のそういった処理とかに関しては PH、PHP、Ruby とか Python とか、まあ、JavaScript、そういったものを使うんだなっていうところを頭の中に入れといてください。はい。 でですね、今ここでボタン、ここもですね、よくありますよね、送信するみたいな。ここの文字を書いてあげることで、このように、はい、変えることができたりしますと。はい。で、実際にですね、このように見てあげると、インプットとボタンは横並びになってますよね。このようになってしまっているので、縦並びにしたければですね、まあ、今までの知識でお伝えした、リブタグで囲ってあげることで、縦並びにすることができます。 なので、例えばですね、ここに div ってのを入れてあげるんですけれども、そうですね、例えば、ここ、この前後に div タグを入れたいの、ああ、そうですね、ここかな。うーん、そうですね、まあそのままちょっと楽にできる方法はないかなと思ったんですけれども、例えばここで、インプットの左部分にこうやって div っとしてあげるのもいいんですけれども、で、これをこうやって持ってきて、わかりますかね ちょっと難しいかもしれませんが、ここでコマンド D、コマンド D とするとインプットの部分がこうやって選択されるので、ここに Div と打つと3つの d ブタグが同時にできて、閉じタグもできます。で、この部分を、はい、選択します。選択して、で、コマンド X、コントロール X で切り取って、ここにコマンド V、コントロール V で貼り付けてあげます。 そうすると、リブタグの中にインプットタグが入りますと。で、エスケープで元に戻ってあげて、まあ、このボタンタグに関しては、そうですね、うん、まあ、普通にリブタグ用意してあげましょう。リブタグ用意して、このボタンタグをカットして、切り取って、ペーストしてあげる。で、これ保存してあげましょう。で、これ今、横並びになっていたのが、リロードしてあげると、縦並びになっているっていう形です。ただ、この部分ですね、詰まっていたりするんですけれども、まあ、これらに関しては、もう皆さんもご存知の CSS。 つまり、スタイル、属性とかに何らかの値を指定することで、うまく調整することができるわけです。これがですね、インプットタグとボタンタグです。続きまして、6つ目。チェックボックスとラジオボタンを作っていきます。これら2つはですね、チェックボックスタグ、ラジオタグがあるわけではなく、先ほどお伝えしたインプットタグを使います。 で、インプットタグを使って、チェックボックスであったり、ラジオボタンっていうのを作っていくわけです。ではですね、やっていきましょう。まあ、これら2つもですね、よくフォームで見かけるかなと思います。では、実装していきます。はい、こちらですね、先ほどの名前、年齢、性別とかってあったんですけれども、まあ、この部分ですね、えー、そうだね、一旦消してしまいましょうか。あ消さなくてもいいですね。えー、ここで一旦、リブ、インプットタグですね、これを、まず、コマンド D、コントロール D で選択して、 え、矢印、え、矢印ではなくカーソルを一番左に持ってきてください。これでエンターを押しましょう。で、エンターを押して、で、一番右に持ってきます。コントロール右、もしくはコマンド右押してあげると一番右に飛んでいくので、でここで移動してエンターを押します。そうするとこのようにちょっと見栄えを整えることができます。で、これで、はい。エスケープとかで元に戻ってあげます。よろしいでしょうか。じゃあ、名前、年齢、性別とかってあるんですけれども、まあそうですね、うーん、例えばなんですけれども、ここを、 えまずですね、書いていきます。リンゴとしてください。えー、リンゴ。まあ、アップルにしましょうか。先ほど確かアップルでしたよね。で、インプットタイプ、テキスト、プレイスホルダーとかってあるんですけども、プレイスホルダーとかはいらないので、えー、ここを消して、タイプですね。ここも、えー、スラッシュ入れておきましょう。そういえば先ほどスラッシュ入れてなかったですが、後ろにスラッシュ入れておきましょう。終了タグがないので、えー、このように。 スラッシュ入れておきましょう。で、インプットですね。インプットタグのところで、どうしましょうこれ Apple、ね、に関してはチェックボックスにしましょうか。チェックボックスということで、このタイプ先ほどテキストにしてましたよね。で、テキストにしてたから、このようにテキストを入力できたわけですよ。そうじゃなくて、この入力するものの形式をこのタイプで変えることができて、ここをですね、チェックボックスにすることができます。で、チェックボックスにしてですよ。えー、そうですね。name イコール、フルーツとしてください。 この辺は後ほど解剖していきますが、フルーツとしますよで、えー、バリュー、そうですね。バリュー、イコール、えー、アップルとしてください。はい。よろしいですか。で、えー、この下もですね、同様に、ちょっとこっちをコピーしましょうか。インプットタグをコピーして、これを、はい、上書きしちゃいましょう。これを上書きしちゃってください。そうすると、このように、えー、同じものが3つできるんですけども、この下のディブタグには、アップルではなく、うんバナナとして、 えー、バナナではなく、オレンジとして3つ用意します。で、ここもフルーツという、ネームはフルーツなんですけれども、ここをバナナにしたり、あとはオレンジということ、オレンジとしましょう。で、えー、あと何が足りないかなとってところなんですけれども、まあ、一旦これでいいかなと思います。で、送信ボタンは消してあげましょう。で、これで保存してください。で、保存してあげると、リロードしましょう。こんな感じで、アップル、バナナ、オレンジってなりました。で、このように、 こんな感じです。チェックをつけることができます。でですね、ここリロードしてあげると、このようにまた元に戻ります。が、ここの、例えばですね、最初にデフォルトでどっかを選択しておいてほしいという場合にはですね、このインプットタグのところにですね、チェックドという、チェックドという属性を入れることができて、ここに、チェックドってのを入れてあげます。チェックド、チェックされてますよという意味ですね。これを保存してあげましょう。 そうすると、この今、Apple って書いたところのインプットタグのところには、チェックドっていうのが書いてあって、リロードしてあげると、はい、リロードしてあげてチェックがつきました。リロードしてもまたチェックがつきます。このようにデフォルトでチェックをつけることができたりします。はい。よろしいでしょうか。で、まぁこう、ネームとか、えバリューとかいろいろ設定してるんですけど、一旦次行きます。で、この次がですね、この Div タグ、そうですね、この大枠の Div タグの、そうですね、この外にしましょうか。に、Div タグをまた用意しますと。 で、ここにインプットタグを用意しましょう。インプットタグですね。で、これをテキストではなく、えー、次ですね、チェックボックスではなく、ラジオボタンを用意していと。ラジオボタンを用意したい場合には、ラジオと入れてあげます。で、ラジオと入れてあげて、ここにですね、まずは書いてみましょう。ネーム、ネームのジェンダーと書いて、スペース、バリュー、イコール、メイルとしましょう。男性を意味するものですね。 で、ここに、え、男と書きましょう。男と。でも、まあ、これもですね、そうですね、え、インプットだが、後ろに締める形で、インプットですね。インプットとしてあげます。こんな感じですかね。で、これで、もう一個設定してあげて、ちょっとちっちゃくしますね。ここの、ネームジェンダーと書いてあるところを、フィーメイルで、女としておきましょう。まあ、こんな感じですかね。で、してあげると、保存して見てあげましょう。 はい。このように、男、女ってのができました。はい。これがラジオボタンです。で、ラジオボタンっていうのは基本的に一つしか選択することできません。一つしか、はい。選択することできず、チェックボックスは複数選択することができます。まあ、こういった違いがあるんですね。まあ、皆さんもなんとなく形で、まあ、見覚えあるかなっていうのは思います。で、まあ、このチェックボックスとラジオタグの違いはこんな感じなんですけれども、えー、ネームっていうのはですね、今これ、で、この同じですよね。でジェンダー、ジェンダーってしてるじゃないですか。 同じにしてるから、ここ片方だけっていう選択になってるんですね。なんですけど、例えばこれがジェンダー1、えー、ジェンダー2となると、ここが、あ、これリロードしますね。リロードしてあげると、これ、片方だけでできないんですよ。 なぜかというと、この二つのインプットタグがセットですよ。同じグループですよ。だから片方しか選択できないんですよっていうのを設定するために、ここにネームを同じもので設定したんですよね。つまり、あなたの入力したジェンダーはっていうグループを一つ用意して、その選択肢として男なのか、女なのか、その他なのかっていうのがあるわけです。ということで、このネームが同じことによって、ここ保存して、リロードしてあげると、男か女しか選択できないわけです。 はい。ということで、まあ、違うグループにすれば、まあ、両方にチェックを入れることもできますが、まあ、あまり使うことはないかなと思います。で、同様に、え、ここの部分ですね。ここのチェックボックスと同様に、先にですよ。今、リロードするとどっちにもチェック入ってないんですけれども、男の方にチェックボックスを入れたいという場合には、ここでも、チェックド、イコール、ここに、え、チェックドット、チェックボックスじゃなくてチェックドットしてあげると、保存して、リロードしてあげると、男の方に、 デフォルトで、初期値でチェックが入るわけですね。はい。なんだろうか分かりましたでしょうか。でですね、この部分に関してもですよ、ね。この部分に関しても、ネーム、フルーツになってますよね、フルーツ。で、これは、チェックボックスに関してはですよ。チェックボックスに関しては複数選択することができるので、まあ、あまり一つしか選択できないラジオボタンと比べて、あの、何か違いが見えるかっていうと、そういうわけじゃないんですけれども、フォームを入力した時に、フォームを作った時に、えー、あなたの好きなフルーツなんですか となった時にその質問に対しての答えが、このフルーツっていうグループでまとめられてるんですね。なのでアップル、バナナっていうのを選択したら、フルーツっていうグループの中で、アップルとバナナが選択されましたっていう風に認識されますし、実際にオレンジだけ選択したら、このフルーツっていうグループの中で、え、オレンジの実が選択されましたってなるので、必ず同じ選択肢、同じ選択肢とか、同じ項目をまとめたい場合、グルーピングしたい場合には、このネームっていうのを統一してあげる必要があります。これはラジオボタンも、チェックボックスも同じです。 で、かつ、バリューっていうのはですね、これはちょっと、あの、この、今の説明だけではわからないと思いますし、今回お伝えする内容ではないんですけれども、フォームを送信した時に、このアップルっていうのが飛んだり、バナナっていうのが飛ぶんじゃなくて、実際に裏側で扱う値としては、え、このアップルとかバナナとかオレンジっていうこのバリュー、実際に入ってきた項目の値っていうのは、ここで使うことが多いんですよね。 まあ、こっちってどうしても日本語にしますけども、この部分は管理する上で日本語じゃなくて英語の方が良かったりするとか、まあいろいろ理由あったりするのですが、まあこのようにバリュー っていう方でえ、実際に入ってきた値、選択された値が、えー、アップルなのか、バナナなのか、オレンジなのかとかっていう風に判断するわけです。だからこのバリューっていうのもですね、フォームとかを作る上では非常に重要になります。だから選択されたのがどっちだのメールだよ。つまり男だね。とか、えー、選択されたのがどっちだのフィーメールだよ。女だよね。っていう風に、えー、入ってきたフォームに送信された値っていうのをバリュー側で影響的には管理していくので、バリューっていうのも必要だと思っていてください。まあ、フォームっていうのを学べば、この辺はスッキリするかなと思います。 最後7つ目、ヘッダー、メイン、フッタータグについてお伝えしていきます。 ヘッダータグの中には会社のロゴやメインコンテンツへのリンクが設定されていることが多いです。で、メインタグですね。メインタグの中にはそのページのまあメインのコンテンツ、主コンテンツが書かれています。で、H タグですね。ヘディングタグや P タグとともによく使われます。で、フッタータグはですね、フッターの部分です。本当に下の部分ですね。フッタータグはページの一覧や会社の簡単な情報が書かれていることが多いです。まあ、それこそ、えー、実際に このですね、こちらのページとか、まあヘッダー、まあメニュー部分ですね。まあ実際 HTML タグがヘッダー、フッターとなってるかは別として、ヘッダーの部分と一番下の フッターの部分ですね。っていうことがですね。まあ、こういうふうにあるわけなんですけれども。まあ、実際に div タグでやってもいいんですけれども、まあ、別途ですね、ちゃんと用途を明確にするためのタグとして、ヘッダー、メイン、フッタータグってのも用意されていますので、そちらも実装していきたいなと思います。まあ、実装とかもただ書くだけですね。はい。ということで div タグですね。こちら消していきたいと思いますが、ここですね、div タグ閉じてあげると、こうなって、ここでですね、閉じてあげるとこうなっているのがわかるので、全部まとめて消してしまいましょう。 で、そしたら、ここにですね、そうですね。まあ、ボディタグの中にそのまま書きましょう。リブじゃなくて、ヘッダーとしてあげると、まあ、ここに会社のロゴなどが入っていて、メインとすると、ここにコンテンツが格納されていて、で、フッターとしてあげると、まあ、ここにはサイト、マップなどが書いてあるっていう感じですね。これで実行して、はい。リロードしてあげると、もうシンプルにですね、 もうリブタグと何も変わんないんですよ。 リブタグと何も変わんないんですけど、皆さんこれヘッダー、フッターで見たら、この中に何が入ってそうかって、なんだらく察することができますよね。リブタグだと、まあ場所、リビジョン、まあ領域を囲ってるだけなので、これ何を意味してるかって、まあクラスとか ID とか、いわゆるですね、他の情報を見ないとわかんなかったりとか、実際の中身見てない見ないとわかんないんですけども、まあちゃんとタグ、ヘッダータグってのを使うことで、ここはヘッダーですよ、ここはメイン、メインコンテンツの部分ですよ、フッターですよっていう風に、リブタグと同じような、この見た目ではある ですけれども、ちゃんと用途を明らかにするためのタグとして、まあ、これら3つってのが準備されていますと。とはいまあ、このようにですね。構造を決めておくと、html を書いたりですね。まあ、読み込むときにどこにどんなことを書けばいいのかっていうまあ、方針にもなるので、こういったものをですね。リブタグではなくてこちらのタグとかを書いておくことをお勧めします。はい、ということでいかがでしたでしょうか？ これら、7つのタグですね。7つのタグ。まあ、7種類ですね。お伝えしたんですけど、他にもたくさんありますし、まあ、この後ですね、皆さんがレベルアップしていくためには、そうですね、フォームタグとか、えー、ご覧いただくのが一番いいかなと思います。フォームタグとか、いろいろ調べてみてください。えー、どんなタグがあるんだろういろいろ見てみるとですね、あ、こんなタグがあるんだ、こんなタグがあるんだと。まあ、ベースの部分をお伝えしたんですけれども、よりですね、先ほどお伝えしたインプットタグとかもですね、まあ、本当にいろんな設定ができるので、こういう設定できないのかなとか、あ、例えばパスワードみたいな設定できないのかな。パスワードって隠れるじゃないですか、数値が。数値とか、アルファベットが。 えっとどうやってやるんだろうなとかっていうのもですね、HTML とかですね、使えばですね、できるので、その辺もですね、調べてみていただけるといいかなと思います。まあ、インプット、HTML、パスワードとかって見てみてください。 はい。そんなところですかね。で、実際にですね、今これ HTML の講座いろいろとお伝えして、まあ、かなりですね、HTML のナンバー1、最初の講座から第2回ということで、もう次ので第3回ということで、これで最後になるんですけれども、まあ、実際にですね、HTML、CSS はやはりですね、本当に必要な内容ですし、まあ、他の Python とか JavaScript とかももちろん重要なんですけれども、それに付随して HTML、CSS っていうのは最低限押さえておいてほしいなと思っておりますので、ぜひこの動画もですね、しっかり理解していただけたらと思っています。で、かつですね、 に登録していただくとですね LINE 登録者限定のコンテンツとかをですね、随時配信していきますし結構私のですね気分でですねあ、これ今回配信しようとかっていう風にですねまあ、3日間限定で配信したりとかまあ、今考えているものだと過去の、えー、有料ウェビナーでやったもの、えー、数千円の有料ウェビナーでやったものをより分かりやすくして無料版にして提供しようと思ってます、まあ、これもですね YouTube で公開するか YouTube でアナウンスするかはちょっと未定なのでぜひこのあたりはですね LINE に登録して、えー、そちらの告知を待っていただけると嬉しい です。他にもですね今私めちゃくちゃいろんなコンテンツ考えていますのでそちらも楽しみにしていただけると嬉しいなと思っておりますということで HTML CSS 超入門第2回ということで以上になりますお疲れ様でした